はい、皆さんこんにちは、ただいまですねホテルで、富士宮ですよ。もうホテルクレタケインで国会中継を見ながら、ラジオを撮ってます。で髪の毛今染めてます、染めてる間10分間の間に、ラジオが撮れるかなっていう感じでやってますけどね。聞こえますかね。あんま聞こえないでしょ。うっすらとかけてます、情勢聞きながらいろんなことを考えてます。でね、今の世界情勢、日本もそうの全て困ったなと思うことがあるんですよ。やっぱり昔東西冷戦ってあったじゃない。要するにロシアと、今のいうロシアね、昔のソ連とアメリカとは、競い合ってた、それとはまた違うんだけど一種の冷戦、やっぱりねマスコミとかそういうものは国民をねもう全部使ってお互いをね仲悪くさせようみたいなあれがあって、それにコロナも何も全部うまく使われちゃってんじゃないかと、このストレスね、僕それを思います。本当に我々が、どうやって生きていかなきゃいけないかってことを問われるような時代になったんじゃないかなと思いました。はい、ということであんまり困ってないかな、でも困った時の110番です。どうぞよろしくお願いします。でね、米中の対立っていうのは、もっと言うと、アメリカ共和党と民主党の戦いなんですよ、簡単に言うと。例えば民主党の方は中国との利権をうまく使ってアメリカをやっていこうという形ですよね。共和党は、アメリカ独自の形で中国以外の国とやっていこうと。その理由は簡単に言うと、中国の持ってる覇権意識っていうのがあって、中国はどう考えてもそのアジアの半、アジアね、太平洋、真珠湾とかグアムから、東側を、自分たちのもの、西側か、自分たちが統治したいと。そして反対側はアメリカやってくださいよって言ってます。ところがアメリカはそういうような考え方を持ってませんね。太平洋地か何かのアメリカが占領して作った覇権の地域があるわけで、そこになんで死んだもんの中国が入ってくるんだって感じじゃないですか。でお金に明かせるとかね、お金まあ中国受けられてもすれるからね、日本と同じで、やってるわけで、それに対してアメリカはね、中国マネーを指名出そうと、中国マネーを暴落させて、要するにそんなことをさせないようにしようというふうな形で頑張ってるわけです。これはね、うまくいくわけがないよね、どう考えたって。だから僕たちはそれに流されないようにしなきゃいけないんだけど、マスコミはアメリカと中国が喧嘩してるとか、例えばね、安倍政権がなんだかんだ言って中国を捨ててアメリカ寄りだとか、アメリカ寄りじゃないとか適当にやってます。新聞社は嘘つきです、はっきり言って。昔からそうですね。新聞社っていうのは、この世の中を要するにペンの力で何でもできると思ってますよね。ペンの暴力、今ペンじゃないですけど、だからそういう形で僕は最初から新聞信じていません。僕の要するに渋谷に新聞社いっぱいいまして、特に自分のおじさんだった人が新聞社のデスク、部長やってたわけで、その人が信頼できないんだから、そんなの信頼できるわけないじゃないですかね。で言えば、うちの方は片方は完全な社民党、社会党ね、昔のねにあれしてて、要するに土井孝子を尊敬するばあさんがいて、要するに戦争時代逃げ出してあれしたじいさんがいて、で奥さんはそのね弟の奥さんはもうごめんね、もういろいろはっきり言っちゃうけど日教祖ですよ。こんなもん僕はダメです。親父は軍人上がり一徹で、軍人上がりと言って戦争してるなんて思ってるかもしれないけど、すごく真面目で真剣で立派な人でした。だからそれを考えた時に、親の教育、学校の先生全部含めた時に、日本ってどうなんだろうなって言った時に、やっぱり生徒を洗脳教育しようってのは左なんです。右は自分の意思なんです、ね、僕の靖国神社が好きだっていうのも自分の意思だし、ちょっとあそこで生まれ育ってて素晴らしいところじゃないですか。家で金持ってて何の政治にも影響してない、ね、政治に影響してるのはだってどう考えたって公明党の方じゃないですか。それをねあーだかと言ってるような世界が好きではありません、はっきり言って。はい、公明党が少なくとも他のね、例えば宗教的なものをあれはさ詐欺だとかいろいろやって、ふくらはぎの方言、足の裏からなんか全部潰したでしょ。あれもそうですよね。だから宗教が自由だったら自由にさせろ、ね、自由じゃないんだったら自由じゃないで規制しろ、それでいいと思うんだよね。だから言いたい放題みたいになっちゃったけど、困ったなと思いました。で、もちろんコロナ騒ぎもね、あれね、何かに利用されてるっていうのは政治家いろんなものに利用されてるしかありませんね。だから中国が起こしたとかそういうこと関係ないんですよ。政治に利用されてることが事実なんで、僕はそれを考えたときに、よくないなと。だから自粛なんてのやめた方がいい。その不満ね、自粛して何にもなんないです。はっきり言って。ね。感染も違うってことも分かったでしょ？僕がずっと昔から言ってたことがようやく最近マスコミにも言われるようになって、ね、空気感染するとはまだ言ってないけど、少なくとも自粛してマスクして、ね、感染を防げるとかそういう問題じゃないんです、ね、人間が生きていく限りは必ずウイルスとは接触してるわけ。それに対する抗体を持ってるか強いか弱いかだけの違いで、問題は強い人間を逆に隔離して弱い人間をどうやって治すかを考えるべき、アビガンもようやく承認になりますよね。これもね、どういう経緯かってこともよく考えてください。要するにアメリカはアビガンに関与してないんだから、レジベルとかそういう方が言って安全だと言って、アビガンの方が効くんだけどね。だから実際のことを言ったときに、今後、要するに日本人はやっぱりその今回のウイルスに強いことは分かってますから、風邪だけどね。問題なのは、欧米人が弱いのがなぜかってことを考えたらいいですよ。この理由。これがね、すごくね、不思議でしょ？ひょっとしたら欧米人に効くようなウイルスなのかな？作ったとしたら。
分かんないじゃないですか。中国だって死んでるかもしれないけど、アメリカの死亡率、感染率、まあアメリカの感染率の理由はちょっと違うけどね、それを考えたときに、この謎っていうものは実は分かってても公表できないのかなと思いましたね。はい、まあ今ね、もうすぐ収束します。収束しても必ずまた同じ時期になるとその騒ぎが来るんです。デング熱だって7月ですよ。デング熱も大騒ぎしたでしょ、ね、要するに薬によっては逆に反作用で悪くなってしまう薬もあると、有名なね、例えばロキソニンなんかが効かないと、これで大騒ぎになります。僕も困ったね、ロキソニン効かないと蚊に食われるタイプだから、ね、だけどそういうことも含めて、もう要するに収束してないのに、まあ、そのまま話は断ち切れになって7月になってまた来ますよ。で、毎年のインフルエンザと同じようにね。だから人間がもしかして本当に全力で考えたら花粉だって何だって考えられるのに、なぜここに集約してんだろうと、こんなものに100万人に1人の風邪にね、だって少なくとも日本100万人に1人ですよ。計算して、今政府が発表したんでも何でもね、世界だって1500人に1人でしょ、ひどいとこだって。だからこれがそんなね、とてつもないこういう世界的な大騒ぎで経済をぶっ壊して、ね、全世界のマイナス 5.1 つ GDP、 要するに経済がダウンするって、こんなことあっていいの？おかしいじゃないですか、ね、なんかそれで株が下がってないっておかしいでしょ。何かしらの理由があって起きてるってことを考えて、我々は対処しなきゃいけません。米中の話をします。僕ね、最後にね、最後じゃないか、アメリカと中国、我々はどっちに乗るかだけなんですよ。どっちが正しいとか関係ないの。僕らは残念だけど中国には乗れません、いろんな形でね、でアメリカとやってんだから、アメリカとうまくやるしかないです。で、ドナルド・トランプも要するに再選が確実な大統領、安倍さんも下手すら4期ですよ。もう要するに他にないんだからね。山本太郎が要するに都知事選に出るとか出ないとか、出ても負けるよね。負けて出んのかな、でもアピールで出るから、でもひどい負け方するんじゃないかな。要するに、まあ、小池百合子っていうのをみんなね、マスコミで落とそうとしてるけど、小池百合子人気ありますからね、すごいね、もう当選確実ですよね、だって女性層にもそうだし、実際は、まあ、要するに都知事判断ってだけでそんなにおかしいことしてないんですよね。それちゃんと考えてあげないと気の毒だなと思いました。もう安倍さんはもう完璧でしょうね。もう僕あれだけやったらもうすごいと思う。あれで文句言われたとしたらさ、人間政治家なんかやんないがいいやって感じだね。他に野党、誰がどういうことしたの、これ僕言いたい、本当にね、新哲郎にしろ何しろさ、要するに韓国とかさ、中国の情報部員みたいなのがいっぱいあって日本をダメにしようね。どこの世界で、誰だ、山本太郎だっけ、誰だっけ分かんないけど、共産党のあれだっけ、なんとか、が要するにね、と私が土地になったら韓国に謝って、韓国と韓国関係ねえだろ、東京都はね、東京都と韓国はそれはね、要するにソウルは姉妹都市かもしれないけど、それを切ったっていいぐらいだよ、だから今韓国っていうものをなしに話せないのかな、中国なしに話せないのかなってのあるけど、アメリカのように堂々と宣言して切ることをしていかないと日本の先はないです、はっきり言って。日本人じゃない国ができるってことじゃないかなと僕は思いましたね。まあ、あんまりね、悪く言ってもしょうがないんだけど、要するに僕らが考えなきゃいけない独立した独自の考え方で、アメリカと一緒にやっていくってことです。アメリカと一緒です。ね、今僕ね、戦争のね、漫画のね、ジパングっての読んでるんです。面白いね、やっぱね、まあ、ちょっとね、くどいかなってのあるけど、でも面白いです。でも分かりやすいことは、アメリカと日本は同盟国なんです。戦争してた当時はしょうがないんだよ。だからね、私たちを受け入れるかって言ってね、日本の陸上自衛隊が行った、海上自衛隊が行った時に、無理だ、戦争してんだから、これも当然。だけど今は同盟国です。それを考えてね、やっていかないと、これはお話にならないなって気がしましたね。はい。まあ、今ね、我々もう本当に考えなきゃいけないことっていうのは、とにかく世界っていうことが今これだけ大荒れに荒れてて、まともに話ができる国がほとんどない。その中で模索してね、どの国とやっていこうと決めるしかないでしょ。僕らは、台湾と、まずアメリカやって、イギリス、この3カ国でしょうね。もっと本当にいっぱいいますけど、そういう中とうまくやりつつ、一つずつ説得して中国離れをしていくということでしょうね。で、中国は中国で自分の地盤固めますからね。中国の地盤を固めていく。それでいいじゃないですか。ソ連との冷戦の時考えたら随分いいですよ。だって、力の均衡がアメリカが絶対強いから。だからこれを中国も強くしちゃいけないんです。ね、南沙諸島も東シナ海も何も全て、あらゆるものを含めて日本はちゃんと発言をしなきゃいけない。ね、安倍さんはするつもりでいても周りがさせない、マスコミも何もさせない。それを考えてどうやって舵取りをしていくか、これからが大変だと思いますけどね。僕は期待したいと思います。だから期待したいというか難しいんだよ。でも期待するしかないってことを考えた上で、まあね、今日のラジオ終わりたいと思うんですよね。はい、ちょっとねくどくなったかもしれませんけど、我々はやっぱり残念だけど日本の政府、日本のマスコミね、政府というのも左の勢力とかに操作されて、右もそうです、同じです。情報合戦がひどいということで、今日のラジオ終わりたいと思います。また明日きついラジオを撮ります。さようならです。どうもありがとうございます。それではどうも。
この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。